あ、ピクトさん、本当に申し訳ございません。僕もこう企画をやっていく上で、何がこうダメなことで、こういうことをしたら、そういう周りのちょっと考えられてなくて、まあ、今回こういうことが起こってしまったと思うんですけど、僕、それが今までちょっとできてなくて、今日、本当に今回は、ピクトさんに本当に迷惑をかけてしまって、本当に申し訳ございません。どうもみんなのアイドル、サンドです。そして、どうもみんなのアイドル、ひなこでーす。そしてね、今回は特大スペシャル白いやつゲストを呼んでおります。あれ、なんかやばいの入ってきた。視聴者さんかな。視聴者さんかな、この人。あ、なんかやってる、なんか。何も喋んないんだけど、嘘でしょ。何も喋んない。いや、なんか言ってくれるのかなと思って。俺が待ちだった。ということで、今回はですね、僕たち3人で、プチプチにドッキリを仕掛けていこうかなと思います。あ、ここにいる人は知りません、ね、この。誰？ということでね、ドッキリを仕掛けていくわけなんですけど、まあね、どうやってドッキリしていくか、流れをね、軽くちょっとね、説明していこうと思います。ほい。僕たちね、4人で、プッチ入れて4人でね、かくれんぼしようっていう、まずね、企画を立ててるんですけども、その前にね、ディスコードにピクトさんが入ってきた瞬間に機嫌が悪いと。ピクトさんのね。そうそうそう。でね、理不尽にね、ピクトさんが、プッチ、かくれんぼ、パクってないって切れ出します。超理不尽に切れ出します。痛いとこつくね、ちょっとね。で、ブチ切れて、ピットさんが退出します。で、そうなって俺も退出した後に、ひなこさんからね、ガチの私情を挟んだお説教してもらいます。私情挟むの怖くない？ちょっとそれ。私情挟ませてもらいますわ。で、これもうドッキリ撮り終わった後なんでね、ちょっと笑いがこみ上げてくるんですけど、すごいね、展開になるので、皆さん最後までお見逃しなくよろしくお願いします。見てくださーい。見てねー。最後はちゃんとネタバレするんで。ということで、じゃあ、ご覧ください。どうぞ。どうぞ。皆さんぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録の方法はですね、右下の赤いボタンのチャンネル登録っていうところを押してもらえればチャンネル登録できるので、皆さん絶対にお願いします。そしてね、その隣にあるベルマークのボタンを押して、すべてというものを選択してください。高評価押してくれたらね、明日の宿題がなくなります。ということでね、ぜひ高評価よろしくお願いします。それでは本編いきましょう。レッツラゴー。ぬぱあばばばたったうるせえよ。なんでそんな怒ってんの。あ、ピクトさん来たんちゃう。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあちょっとやりますか。ピクトさん大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい。元気なさそう。元気なさそう。いつもこんな感じですよ、僕。なんかあったのかと思いました、一瞬。今日かくれんぼですよね、今日は。かくれんぼやりましょう。かくれんぼ。かくれんぼ今日どんな感じで今日撮るの、かくれんぼ。じゃあ、誰か。ですね。決めてなかったの、それ。あ、俺から撮りたいの。サンドでもいい？うん。いいですか？サンド。いいっすか？あ、うん。ああ、いいですか。サンドくんか。うん。え、なんかありました？寝起き、寝起きですか？あ、寝起き？まぁ、ちょっと寝てたから。あー、なるほど。え、なんか氷に隠れたら最強みたいな。パクってるすぐ。え、実際パクってるよね、俺の動画のやつ。あれ、俺のあれですよね、氷の中にとか下にとかのやつですよね。氷の中には俺もう完全にあれは見てやりましたね。パクリやんけお前。いや、コメント欄でうちのパクリじゃんって言われて。あ、え、あ、そっちがってことですか。そうそうそう。いや、もう最近さ、プチプチくんめっちゃかくれんぼやってるからさ、なんか俺がかくれんぼやるとコメントですごい来るんで、あれだな。うちのパクリだって。ガチ悪いぞ。死ぬ死ぬ死ぬ。本当にやばい。動画と同じようなとこ隠れてるからさ、で、なんか俺の視聴者が、なんかプチプチくんの視聴者となんかちょっと喧嘩してて。それやばいな。それはやばいな。結構やばいな。え、知ってる？喧嘩してたの。いや、全然知らなかったです。あ、でも俺、見たかもしれないですよ。俺結構ピクトさん動画見るんで、プチプチって名前は出てたかもしれない、コメントで。うわ、怖いなー。あんまり同じようなとこさ、ちょっと隠れんのやめてくんない？ちょっと隠れる場所は、あれやな。いろいろ変えていこう。そうだね。そうだね。変えていかないと。結構やばそうですか、ピクトさん、なんか、コメント。最近、いや、隠れ、パクリとは言わないけど、隠れもめちゃくちゃ上げちゃってるから、俺の企画取られたようなもんだし、逆に俺がパクリって言われるのなんか心外だなと思って。そうですよね。直前に言おうかなと思った、言うか迷ったけど。いや、すいません、本当に。いや、ごめん、なんか、さっき、ちょっとコメントで見ちゃって。ああ。やっぱちょっと動画撮るの今日やめていい？ちょっと、そんな空気じゃないし。わかりました。全然、大丈夫です。いや、マジで。本当に、すみません。いや、まあ全然、けど、とりあえずじゃあ視聴者とかには言っといてくんない？じゃあ。あ、わかりました。うん。ごめんね、せっかく呼んでくれたのに。あ、いえいえ。大丈夫です。お疲れ様。お疲れ様です。お疲れ様です。
やばない。やばくね。だいぶぶち切れてなかった、だいぶ。まあ落ち込んでるっていうのもあるんじゃないかな。じゃあこっちゃん。でもちょっとなんか謝るというか、なんかどうなんだろう、謝って済むのか分からんけど。なんかビクトさんがせっかく呼んでもらったのにすまんって連絡が。あ、LINE で来た。うん、ちょっとごめん、超関係ないこと言っていい？視聴者がいる。確かに。なんだこれ。なんかチャットプチプチさんって書かれてるんだけど、そんな空気じゃないんだけど今。プチプチくんとはもうコラボできないですみたいな、ひなこさんとサンドくんにも迷惑かけて申し訳ないって言ってる。できんのか。やばない？やばい、だいぶそれは。そんな怒る？そんな怒るか。いやでも視聴者同士がコメントで喧嘩してるんだったら。いやでもそりゃそうだよね、被害が。結構よね。まあそうだよね。俺ちょっと様子見に行く？俺どうしよう。様子見に行く？え、どういうこと？家に？家に？家にじゃないか。電話で？うん。の方がいいのかな。なんか、え、これとか今私が言ったの内緒ね。あの、ひなこにそういう LINE が来たんだけどみたいに言わないでほしい。多分言う前提で送ってないから。あ、なんか知らない、今の LINE も知らないフリーでもし話しに行くんだったら。ああ、なるほどな。ちょっと会話してほしいかも。俺だけ行った方がいいの方がいいんじゃないかな。俺一回ちょっと行ってくるね、ピクトさんのところ。完璧だぜ。お疲れ様です。おい、パクってんじゃねえぞ。いや、めちゃくちゃ良かったっすよ。ほんとに？いやいや、でもめっちゃなんか、うわ、マジか、みたいな。ダメージが結構、大きかったっすよ。ほんとに？良かった。俺、結構、めっちゃ緊張してたんだけど。大丈夫かな？みたいな。マジで面白かったっす。俺とひなこに関してはマジで笑いこらえてました。いや、いいっすよ、めっちゃ。初めてですか、ドッキリ。いや、初めて。理不尽に切れるってどうしようかなと思って。ちょっと、そこちょっと、あれ、自分で振っちゃったの申し訳ないんですけど。いや、ちなみにコメント欄、嘘だからね、あれ。平和。平和っすね。え、今多分ね、ひなこちゃんに怒られてると思うんすよ。だから、ちょっとそのひなこさんの合図を待って、OK だったら、向こう戻りましょう。あ、OK。やべ、プチプチくんが LINE 来た。なんて来ました。僕の軽率な行動でご迷惑をおかけして申し訳ございません。バカおもろいんだけど。これいいサムネイルだったりとか、いい企画を真似されたらパクられたなって感じにな思うじゃん、やっぱ。びっくりした。なんか思うから、そこはちょっと自分で配慮していかないといけないのかなと。なんかもっと早く気づかないきゃいけなかったっていうか、考え認識が甘かった、すごく。プッチーの、そうだな。なんかちょっと関係ないけどさ、例えば撮影ミスがあったりとかさ、そういうのもそうだし、なんかいろんなことに対して確認ができないじゃん。まあしょうがないや、どうにかなるやって感覚でヘラヘラやってるのはやっぱ違うのかなって。今回のは、まあ、間違いなく火はプッチーにあるじゃん、もうどう考えても。そもそもじゃあさ、こうビクトさんの動画をたくさん見て同じところとかに隠れ、まあ、やむを得ないけど、ある程度は同じところとかに隠れないようにしたりとか重複するわけじゃん、それってネタが。ちゃんと重く考えてる？すごいなんかさっきから適当に、てかすごい軽い感じで話してるっていうか。いや、うんうんじゃなくって、今までのやつのせいで3度の撮影もできなくなったわけじゃん。それはさ、自分の都合しか考えてないじゃん今。ああ大変、撮影できなくなっちゃったって、どうしようどうしようって、もう俺ダメなのかなって、それ自分の都合だけじゃん。ピクトさんの都合もサンドの都合も何も考えてない受け答えにしか私は聞こえないのね。で、じゃあ一番被害受けてんのって誰って言ったら、コメント欄で荒らされてるピクトさんであり、そんなにピクトさんと仲が良かったのに、あなたのせいで今こうやって撮影ができなくなってるサンドじゃん。なんか自分だけのことだと思って考えるのはおかしいと思う。他人の時間を奪ってるし、他人の人間関係を壊してるんだよあなたは、っていうのを私に言われる前に自分で理解できなきゃダメじゃない、そもそも。
いやそういうところ人に対してちゃんと考えられないところとかでいつもこういうトラブルが起きちゃうんじゃん。仕事でできてないんだったらプライベートでもじゃあできてないんでしょって話じゃんそんなの。なんか視野が狭いからイライラする話してて。本当にしっかりしようよ。かわいそうじゃんサンドが。出たー、本日のパワーワードだー。解説のサンドさん、これはねどう思いますかね、こちらのワードに対して。いやコキアのワードに関してはね、あのすごいあのパワーを持った、ワードだと思います。こちらのパワーワードをね言われたプチベジさんの精神状態はですね、今もう非常にあれですね、もうガラスのハートが打ち砕かれたかのよう。まあ、とりあえずじゃあ誰に謝るの？ピクトさんとサンド。ちゃんと謝りな。ちなみに向こうで怒られてるのも録画されてるんでガチでブチ切れられてるところも見れるっていう。それちょっと見るの楽しみだ。カオスすぎんだけど。もう10分は切れてるでしょこれ。女優ですから本当に。ピクトさん最近買ったものの中で一番高いのなんですか？パソコン30万円ぐらい。高い高い。オーバースペックだマジで。オーバースペック高い。よし君絶対適当な感じで送ったんだろうなこのライン。絶対そうっすよ。絶対そう。なんならGoogle とかで謝罪って調べて定期分みたいなのコピーして送って。絶対言わないっすよあいつ、軽率な行動によりとか。何がやねん。あ、そろそろいいよと来ました。じゃあ行きますか。行くか。行きますか。あ、戻った戻った。あ、ピクトさん、本当に申し訳ございません。僕もこう企画をやっていく上で何がこうダメなことでこういうことをしたらそういう周りのちょっと考えられてなくて、まあ今回こういうことが起こってしまったと思うんですけど、僕それが今までちょっとできてなくて、本当に今回はピクトさんに本当に迷惑をかけてしまって本当に申し訳ございません。さあはい、最後にさ、はい、一言だけちょっと言い忘れたんだけどさ、はい、ちょ今からかくれんぼ取ろうぜ。やっぱ氷最強だよね、やっぱ。イエーイ、はい、かくれんぼ、はい、かくれんぼ。ちょっと待ってよ、もう。本当に勘弁してくれよ。ドッキリかよ。ドッキリでーす。ひなこさん、どんだけきつい言い方したんすか？いや、そんな、いつも通りです。いや、ちょっと申し訳ないです。喧嘩しちゃったら本当なんですか？え、全部嘘。いやもうね、結構1ヶ月前ぐらいからこのプランはね、立ってめっちゃ寝てたんだよ。ガチだと思った、本当にもう。ちょっと最初本当にドッキリで、お願い、ドッキリでやりますようにと思って、マジで。もう、なんか、もう言葉が出ない。いや、マジで本当にどうしようと思って、いろいろ考えて。で、なんかまあ、ひなこにがっつり怒られて。もう、ガチ泣きしてますね、今。全部嘘だから今日も言って。ああ、よかったです。もう次はサンドにドッキリだな。いや、やめろって、おめえ。また言って、私ドッキリかけられそうで怖いんだけど。いや、殺されるからやらないよ。あ、偉い、みんな。怖い、怖い。何かが動いてる。怖い。上下関係が見えたな、今。ということでね、今回はプッチにドッキリ仕掛けたわけなんですけど、どうでした、プッチ？ちょっと非常に言いにくいんですけど、なんかさっき氷の動画って言ったじゃないですか、ピクトさんが。言った。サムネ見てみたら、右の方にちょっと、俺がかくれんぼって書いたやつに似てるやつがあったんですけど。あれあれピクトさんが、あれピクトさんそんなん決まってるでしょ、パクったに決まってる。理不尽だよ。理不尽だよ。ということで、次はね、ひなこちゃんにドッキリしていきたいと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。またよろしく。